おうちさん、ありがとうございます。シムさん、メフィラスさん、ありがとうございます。ゴーちゃん、マサトシさん、シムさん、ありがとうございます。タッチャンさん、ターチさん、ありがとうございます。タッチャン、ミチロウさん、ゲンちゃんさん、ありがとうございます。トモチタンさん、彼にヒナタを語る主人になりたくてさ、ありがとうございます。ただの魚さん、マーサンさん、ありがとうございます。ねえ、師走だよ。私はもう昨日日付、今日日付が変わった瞬間から12月だーって騒いでました。福岡の福田さん、今日さん、ありがとうございます。たっちゃん、彼に平田を語る筋になりたくてさん、今日さん、ありがとうございます。くまくんさん、角田康二さん、ありがとうございます。ジローさん、ザキさん、ありがとうございます。何か食べました。結局食べた。ゲンちゃんさん、ただの魚さん、ありがとうございます。おかゆさん、シムさん、ありがとうございます。チョコレモンさん、マンチクさん、ありがとうございます。タッケーさん、ゲンちゃんさん、スルーしていいですよさん、メフィラスさん、ありがとうございます。もうね、そうや、あと30日、やば。よっちゃんさん、メフィラスさん、ヒロウさん、ありがとうございます。12月、そう、12月後半はね、そう、16日以降とかはここ店多いのでお待ちしてます。そうなの、後半は結構ねここ店いっぱいやってますので、ぜひ皆さん来てください。げんちゃんさん、大地くん、ありがとうございます。はるみさん、ばうちさん、まんちくさん、ありがとうございます。ネオレスさん、あやさん、長谷川さん、ありがとうございます。そう、12月。やばー、早すぎー。あっという間です。あだりさん、カープと HK と吉野正さん、ありがとうございます。私はちなみに晩ご飯はカレーを食べました。そう、カレー食べた。何食べようかなと思ったけど、そう、カレーが食べたくてカレーを食べました。カレーだった？私、そう、カレーがね結構そう、大好きなのでカレーを食べました。チョコレモンさん、天球さん、ただたんたんさん、ありがとうございます。ぼうちゃんさん、ぐーさん、まんちくさん、ありがとうございます。おー、いいね。そう、なんかね、何食べようかなと思った時にカレーが食べたいって思って、トンマトン、へえ。私は今日は作らなかった。ココイチさん食べた。そう、しかもなんか初めて、私結構カレーは甘口派なので、いつもなんか甘口ポークカレーを食べるんだけど、普通のポークカレーにしたので、なんか冒険して辛さも1とかにしたら、あ、結構カレーの辛さ1ってこんな感じなんだっていう、でも美味しかったっていうね。そう、今日は冒険しました。グースさん、ナックスさん、ありがとうございます。オーディーさん、ありがとうございます。お昼にキャンプして、何それ、楽しそう。そう、なんかココイチのカレーは何、結構辛めって聞いてたから、ちょっとそう1とかにしたんですよ。そう、私とカレーはね甘い方が好きなの。そうで、そう、辛いって聞いてたから、でもちょっとさすがに1とかにしようと思って1にしたら結構スパイシーでした。
ャベツさんナイス、これ初めて聞いた。ライトさん、はるみさん、ありがとうございます。そう、だから辛いのもね全然食べられるんだけど、そう自分で好んで食べるときはカレーはね甘口を食べることが多いので、そうそうそう。しましまさん、ねおれさん、ありがとうございます。ココイチはベジタリアンカレーの、へえそうなの。私はもうココイチはねパリパリチキンしか知らない偏りがあるなのガラーさん、ただの魚さん、ありがとうございます。そう、もうねパリパリカレーしか知らない、パリパリチキンか、パリパリチキンしか知らないです。そう、トッピングはもうパリパリチキン一択指押しさん、ゴーちゃん、ありがとうございます。ひき肉を千切り、美味しそう。アンドロメダ焼きさん、あやさん、ありがとうございます。そう、絶対に迷わない、パリパリチキン一択。でも今日初めて辛いのに、そう辛さどうするか悩んだ胸が口にしようかなと思う。あやさん、マッキーサさん、たっちゃん、ありがとうございます。ゆりちゃんも大好きですよかったですありがとうございますあーでも確かに20倍の大丈夫、そうなんだろう、食べれるんだけど自分で好んで食べるならカレーはそう甘い方を好んで食べるよって感じ。のりさん、ありがとうございます。そう自分のね好みの問題ですね。いちも結構ねスパイシー先生でした。博多の山さん、シムさん、ガンプさん、ありがとうございます。でも分かるね、ああいうなんかさココイチも1から2から3からみたいな、結構辛さの段階がいっぱいあったんですよ。最大どこまであったかよく見てないけど、そうなんかあって、なんかこれを少しずつ上げていくと楽しいんだろうなと思ったただの魚さん、ともちたんさん、まさまささん、ありがとうございます。ねえ途中でね限界きちゃいそうだけど、辛いってなりそうだけど、ねえなんかインドカレー屋さんとか行ったらもっと辛さがなんか、そうなんか私のお父さんとかお母さんはなんか異次元な辛さの頼み方してるんですよ。なんか10辛のなんか100倍1000倍みたいな、そうなんかよくわかんない注文の仕方してるの何それと思ってケロックニーさん、リョータさん、ありがとうございます。そうもうなんかね異次元じゃん、わけわかんないじゃん、10からの1000倍100倍とか言ってるの、うんと思いながらどういうことと思いながら高秀さん、ありがとうございます。そうびっくりしちゃう、でもいつもそうやって頼んでるからあーと思ってたっけーさん、ありがとうございます。ねえ一口もらったりする、なんかそう味は大体なんか一緒なんですよ。あれキーマカレーとかバターチキンカレーとかどっちかなの食べるとき、で私もなんかキーマカレーのその辛さが違うやつを食べてるんだけど、もう違うもの食べてる気持ちキャーっていうバウチさん、西竹半さん、ありがとうございますトシさん、メフィラスさん、あやさん、ありがとうございます。そうもうなんかねすごいなと思いながらね、私あんまりね
グリーンカレー食べないんだよね。いつも私キーマカレーばっかり。なんか何回かさ、お店に行って、そのお店で同じものを何回か食べたらあんまり冒険できなくなっちゃう。いつもインドカレー屋さん行くとき、同じインドカレー屋さん行くんですよ。なんか美味しいカレー屋さんがあって、そう、もう結構さ、なんか3回目までとかだったらいろいろ行けちゃうかもしれないけど、だいぶさ重ねちゃう、かつあんまりなかなか行かない場所だと、なんか冒険する勇気なくなる。しょうちゃんさん、あたりさん、ありがとうございます。レトルトカレー開けちゃいいじゃん。いいじゃん。よっちゃんさん、しょうちゃんさん、ありがとうございます。はるみさん、ぐりくんさん、ありがとうございます。たたたんたんさん、べっぷのよさん、かつらさん、ありがとうございます。そう、なんかさ、よくさ、食べるものとかだったら挑戦できるんですよ。今日の公園のお弁当こっちにしてみようとかできるの。でもなかなか行かない、それこそね、ご飯屋さんとかだと、もしね違った時にあーって なんかもしね、なんか美味しくてもいつものの方が好きだったなってなった時に、そう、しょんぼりしちゃうからやりがちだよねと思って。ゆうまさん、ありがとうございます。奥さんがカレー作ってくれ、それは怒られてください。それは怒られてください。えいかさん、ラブ北海道さん、ありがとうございます。よしかずさん、あだりさん、ありがとうございます。一度これだというのに出会ったら、あー、まあ確かに分からないこともないかも。食べ物冒険しないタイプだけど、来年は挑戦する。すごい、1年かけて1ヶ月かも私。挑戦期間1ヶ月。グリくんさん、バウッチさん、ありがとうございます。よしかずさん、あきろうさん、ありがとうございます。しょんしょんさん、ともちたんさん、ありがとうございます。俺さまちゃんさん、ブルーベリーさん、あきろうさん、ありがとうございます。ね、1年は挑戦できないかも。どうね、難しい。ブルーベリーさん、くまけんさん、ありがとうございます。ダディボさん、マツケンさん、大次郎さん、ありがとうございます。どうしてね、挑戦か、よいしょ。頼んだことないお寿司はね、いっぱいあるよ多分。ガラーさん、タッケーさん、ありがとうございます。あやさん、ヨッシーさん、おれさまちゃん、ありがとうございます。なんかアジのお刺身は食べるけど、アジのお寿司はあんまり食べないかも。しんじいちゃんさん、ありがとうございます。1706日、ありがとうございます。なんかついてる、最悪。1706、ありがとうございます。シムさん、トミョプイプイさん、メイビーさん、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。
でもグラコロとかそういうのは食べたくなるから食べますね。サタココの芋掘り大変だった、すっごい大変だった。ニシプーさん、北九州のジョエさん、ありがとうございます。そう、限定には弱いですね。期間限定ですって言われたら食べたくなっちゃう。北九州のりょうやさん、きゅうりスープはとっとてって伊藤たけんたっとった大さん、ありがとうございます。なんか想像の倍奥に詰まってました、さつまいもが。最初もう全然さあ、取れない、私が選んだところと思ったけど、そう、すごい奥にいっぱいいました。干し芋づく、いいな、干し芋うらやましい。ごはんまんさん、きゅうりスープはとっとってって言っとったけんたっとった大さん、ありがとうございます。そう、でも私ちっちゃい頃芋掘り大好きだったの。そう、芋掘りとかそういう収穫系が大好きだったから、サタココでできて嬉しかった。たっちゃん、 Y さん、ありがとうございます。そう、稲刈りとかも好きだったんですよ。田植えも好きだったの。バウチさん、双眼なんですか、これはなんて読むんですか。双眼さん、ありがとうございます。ね、田植え超楽しくて大好きなの。それで稲刈りするのも好きだから、そう、なんかまたね、そういう収穫系というか体験系なのもね、できたらいいなって思ってる。楽しい。確かに芋掘りってね、掘ってみなきゃね、どのぐらい詰まってるかわかんないからね。ルーさん、ありがとうございます。お芋は好きですよ、さつまいも大好き。さあ、ここが今日のメイク。確かに。そのなんか夕方の時間の NHK でやっててもなんかおかしくなさそうな。国翔さん、ルーさん、双眼なんて読むんですか、ありがとうございます。まあでも確か2枚やると腰痛めちゃうのかな。でもやりたい。今日ありがとう、双眼鏡さん、ありがとうございます。あ、なお教えてくださりありがとうございます。ねえ、さたここの YouTube もアップされましたので、ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。それでは55分になったのでランキングを見たいと思います。13位たっちゃん、ありがとうございます。12位あやさん、ありがとうございます。11位げんちゃんさん、ありがとうございます。10位まきいささん、ありがとうございます。9位はるみさん、ありがとうございます。8位くまけんさん、ありがとうございます。わ、変わりました。13位げんちゃんさん、ありがとうございます。12位たっちゃん、ありがとうございます。11位ただたんたんさん、ありがとうございます。10位まきいささん、ありがとうございます。9位はるみさん、ありがとうございます。8位くまけんさん、ありがとうございます。7位ぐっさん、ありがとうございます。6位バウチさん、ありがとうございます。5位メイビーさん、ありがとうございます。4位メフィラスさん、ありがとうございます。3位オーディさん、ありがとうございます。2位ともちたんさん、ありがとうございます。1位シムさん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。
皆様今日も一日お疲れ様でした。それでは12月もよろしくお願いいたします。ということでおやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。